見て、あれ宝箱じゃない？こんないかにもな洞窟にわざとらしい宝箱なんてできすぎた話で怖くねえか？ブイ、なんでもう開けてんだよ。これはアクセサリー？ずいぶん古いもののようね。 この橋、まさか崩れたりしねえよな。
る道を探さねえとな。てめえはおとなしくしてろマリモ。余計道に迷っちまう。喧嘩しとる場合か。今は道を探すのが先でしょ。まったく。じゃねえだろ。こいつ俺らを襲う気だぞ。道を開けるつもりはねえようだな。邪魔すんならぶっ飛ばす。けどなんだってこいつら急に。俺たちの縄張りに入った奴らは許さない。何よ、ちょっとくらいいいじゃない。ナミ、私たちは橋も崩しているし、ちょっととは言えないわ。そんなこと言ってる場合か。やるぞみんな、こんな奴らに負けてられっか。レディーが待ってるっていうのに、まったく野暮な奴らだぜ。あなたたちの相手は私よ。その程度だ。あんたたちお金持ってるの？強烈なのをお見舞いしてあげる。今行くわ。これでどうぞ。何やろうっての。私の番ね。ちょっと痛いの。こんなもの。まだよ。俺の仲間に手出すな。今行く。やるぞ。
メシ。海の一流コックは技も冴えてこそだ。私の予報は百発百中。決して力が戻ってくるのがわかるわ。みんなの役に立ってみせる。力が戻ってきたね。これって飛んでいったキューブじゃない？どうすりゃいいんだ？食えばいいのか？あんまりうまそうじゃねえけどな。あ、なんだ？急に体が軽くなったな。不思議ね。能力の使い方も思い出したわ。思い出した。さっきはなんでできなかったんだ？ちゃんと伸びるな。新しい客か。
私の番ね。ミラージュ。抵抗すると痛い目見るわよ。クソジジイの蹴りに近づいたか。私の成長は止まらないわ。力が戻ってくるのがわかるわ。よし、全員俺についてこい。俺強くなった気がする。力が戻ってきたね。かかってきやがる。レディーが待ってるっていうのに、まったく野暮な奴らだぜ。バースコート。大丈夫よ。トレインタフルール。バースコート。いい勝負だった。もうこれ以上。
見て、またお宝よ。いや待て、お前にはあれが見えない。安心して、あんたが血を…大丈夫なわけある。これが相手だ。ゴムゴムのバズーカ、いくわよ、いくわよ、サイクロンテンポ。レディーが待ってるっていうのに、まったく野暮な奴らだぜ。ムートンショット。来るなら迎え撃つだけよ。トレインタフルール、フリッ。やっべ、反撃開始だ。やめねえぞ。やってくれたわね。ゴムゴムのガトリンだ。覚悟しなさい。こんな、抵抗すると痛い目見るわよ。今行くわ。これでどう？私たちの勝ち。調子がいいぞ。海の一流コックは技も冴えてこそ。私の成長は止まらないわ。必要な力なら残らず手にするわ。うー、やったー。俺強くなった気がする。でも修行の成果が出てきたね。なんだ、ナミさんを助けに。なんて言ってるんだ。ちょ、コウモリが怖く隠れてた。いた。やっぱり消え、あいつ助けてく。私の出番ね。一応切れたが、クソ、まだ腕が鈍ってやがる。やった。
レディーには指一本触れさせねえ。レディーが待ってるっていうのに、まったく野暮ない。バースコート。その程度か。邪魔だ。ゴムゴムのガトリング。さあ、ガツンとかますわよ。いくわよ。サイクロンテンポ。天気よし、風向きよし、操作。数も多い。な何かいるのか、こんなところに。しし暴れるぞ。この敵に攻撃を集中させ。わかった。俺は負けねえ。邪魔だ。レディーが待ってるっていうのに、まったくやば。バースコート。すぐに黙らせてあげるわ。いくわよ。サイクロンテンポ。トレインタフルール。ぶっ飛ばす。ゴムゴムのバズーカ。おい、腹減ったぞ。さっ、ああちょっと待ってろ。うまいもん作って。この力があれば大事なもんだって守れる。力が戻ってきたみてえだ。やった。成長を実感できるほど強くなれたのね。よーし、全員俺についてこい。少し強くなったぞ。技のキレが戻ってきたか。あら、入り口に戻ってこられたみたいね。よし、変なのが出てくる前にここから出ようぜ。よし。
てめえらか、ずっと見てやがったのは。そうだ、やってみる価値はありそうだな。待ってるっていうのに、まったく野暮な奴ら。ムートンシャット。あの地獄の2年間に比べたら、些細なもんだ。もっと強くなるぞ。俺は海賊王になるんだ。クソジジイの蹴りに近づいたか。私の予報は百発百中。力が戻ってくるのが分かるわ。俺がキャプテンウソップだ。俺が万能薬になるんだ。修行の成果が出てきたね。私の出番ね。はっ、こいつ洞窟にいたやつだ。何か言ってるな。チョッパ、訳してくれるか。俺サーベイ、みんなドクターサーベイと呼ぶ。俺海賊嫌い。でもお前ら助けてくれた。だからいいものを渡しに来たって言ってるぞ。律儀なやつじゃねえか。それにしてもお前なんであんなところにいたんだ。そこに俺たちが通りかかったわけか。いっさ、
いつどこ行ったんだ。話だけ話したらどこ。でもなかなか面白そうなものをくれたわね。洞窟で襲ってきたリス、メルビューにいたやつにそっくりだったな。メル、ああ、あの時の空に浮かんだ島か。四季に連れて行かれた島ね。あそこにはキューブなんてものはなかったかな。でもアディオとリムの話は本当だったみたいね。ああ、確かにキューブと共に力がも。危険な天候にご注意ください。レディーが待ってるっていうのに、まったく野暮。ムートンショット。さ、おお、サンジ。ああ、確かにキューブと共に力が戻ったな。アディオの言う通りにすれば、すぐに取り返せそうだな、キューブ。逆に言えば、しばらくはあいつらの言いなりってことか。とりあえず仕方ねえだろう。この島結構危ねえやつが多いよな。怪我とかしたらすぐ言えよ。そのまま放置しちゃダメだからな。おお、戻ったか。どうだ、嘘じゃなかっただろ。キューブさえ見つければ力は戻るんだ。ああ、どんどん見つけて力を取り戻すぞ。前向きなのは結構だが、実はそう簡単でもないんだよ。あ、どういうことだ。直接見たわけじゃねえから憶測の話にはなるんだが、お前たちが出会ったあの巨像、強かったろ。確かになかなか手強いやつだったな。あの巨像は炎の巨像といってな、他にも何体かいるんだが。そいつがどうかしたのか。お前たちのキューブのいくつかはそいつらが持ってる。どうしてそれがわかるの。これでも探検家の端くれだからな。行動できる範囲は俺なりに調べてるんだよ。まあ、その目で見れば納得するだろう。準備ができたら声をかけろ。巨像のいる場所に連れてってやるぜ。皆さん、次の探検に出られる前にキャンプ。そうね、一度状況を整理した。そういや腹減ったな。サンジ、飯作ってくれ。ああ、じゃあ飯にするか。アディオ、一つ聞いてもいい？なんだ？リムって言ったわよね。あの子はどうしてあんなに海賊を嫌っているの？この島の動物はリムには近づかない。野生の本能ってやつで危険だと判断してんだろう。だがたった一匹だけあいつに懐いたオウムがいたそうだ。オウムがいた。そのオウム、今はどうしてるの？
流れ着いた海賊に殺されちまったらしい。俺がこの島にやってくる前の話さ。何それ、ひどいわね。リムは激怒した。例のキューブで能力を奪い、そいつらを島から追い返したんだ。そうだったのね。この島の浜に小さな墓がある。リムがそのオウムを弔うために作ったもんだ。そりゃ海賊嫌いになるのも無理ねえよな。俺も許せないぞ。まあ昔話さ、今は俺がいる。流れ者の海賊ごときに勝手はさせねえよ。
宴だ。Thank you.